ナミさん、こんにちは。速稼塾の久保です。今回の質問なんですけども、ビットコインは改ざんされないんですかっていうご質問ですよね。まあ、ビットコインがビットコインとしてその立場を固めているのは、まさにこのね、改ざんがものすごく難しいということ、それが担保されているからなんですよね。まあ、ですので、ここが出発点になっていなければ、暗号通貨ね、ブロックチェーン技術による暗号通貨っていうのはできていないと言ってもいいぐらいです。まあ、ですので、ビットコインは基本的に改ざんはされないということだと私も思いますけどもね。もし改ざんされることがあるとすると、ブロックチェーンでつながった全てのデータを一気に改ざんすることぐらいしかないんで、これはね、通常コストに合わないんで、やる人はいないでしょうね。ただ莫大な損をしてもね、数百億数千億損しても改ざんがしたいんだって方が現れたら、ちょっと改ざんはあり得てしまうのかもしれません。そしてもう一つの方法なんですけども、ビットコインの流通にはマイニングっていう作業がついてもあるんですよね。これ暗号通貨全体がマイナーという人がマイニングをすることによって、通貨の流通が行われたりとか、それから通貨の鋳造が行われたりするっていうプロセスがあるんですけども、要するにね、マイナーの方がこの流通は正しいよっていうふうに認める承認作業があって、初めてその通貨の流通が成り立つんですよね。ということはどういうことかっていうと、マイナーが全員申し合わせて嘘の改ざんデータを見て見ぬふりをしようって決めれば、改ざんはできちゃうんですよ。だからそうならないことを願うばかりなんですけども、ここで起きてる問題がクジラっていう問題ですよね。クジラっていうのは、ある特定の暗号通貨を大量保有してる方のことなんですよ。例えば一つのアカウント口座にビットコインがね、10億ドル分ぐらいありましたって言ったら、これも完全クジラなんですよね。じゃあビットコインの全体量が、そうですね、まあ1000兆円あると仮定しましょう。その1000兆円あるビットコインのうちの900兆円9割を保有している巨大クジラがもしいるとしたら、どうですかね。この巨大クジラについているマイナーさんが、この900兆円の流通が実はね、9万兆円って言ったら変ですね。実は900兆円じゃなくて1000兆円ですよっていうふうに申し合わせて、口裏を合わせて、その流通にですね、マイニング承認 OK、 トランザクション完了っていうふうに嘘だと分かっていて承認作業すると、実はですね、これが通ってしまうんですよ。まあ、ですんで、なるべくたくさんの方がね、分散して持つ形が暗号通貨の安定性にはすごく欠かせないかなと思いますんで、クジラっていう存在はね、あんまり歓迎されないというか、まあダメなわけではないんですけども、クジラの保有割合が全体の 0.1% とかね、それぐらいだったら問題ないんですけども、クジラが集結することはあんまりよろしくない形になってくるかなというところですかね。まあそういうことはね、多分起きないと思いますけども、なんていうんですかね、流通量の低い通貨とかだったら、まあまだまだできるんじゃないかなと思います。まあ、通常今みたいなね、ビットコインとかイーサリアムみたいな規模になってくると、こういうふうなマイナーさんが口裏合わせてなんかするみたいなことは、もうこれはね、不可能ですよね。まあですんで、暗号通貨ってのは出来高が高ければ高いほど安心だ安全だ使いやすいよねってことになってくるわけなんですよね。まあビットコインもそうですし、カルダナもそうですし、イーサリアムもそうですよね。これから、そうそう、カルダのエダはステーキング報酬がどんどん出るでしょ。だからこれが出れば出るほど、所有者が分散されてるわけですから、特にカルダのエダってね、少額のアカウントがたくさん作られるっていうモデルなんですよ。まあ、ですんで、改ざんはほとんどできてないよってことですよね。反面ね、カルダのエダって、中央集権に、見えてしまうことはありますよね。IOHK とかね、カルダノとかね。あとエマーゴですか、この3つのグループが中央集権してるんじゃないかなっていうふうに見られることはありますけども、まあ、中央集権してるわけじゃなくて、プロジェクトを進めているカルダナエドとはね、切り離した外部団体だと思った方が、まあ、いいんじゃないかなと思いますよね。カルダナの流通を支配してるわけじゃなくて、大きな影響力を持っていると。ただこれも保有者が増えれば増えるほど、カルダナエドの保有者が分散管理して中央集権の力っていうのはどんどん失われていくって形を取ってるんで、少額でたくさん持つことがいいんじゃないかなと思いますよね。そしてステーキング報酬がどんどん振り分けられていくことによって、まあ安全度はさらに透明感を増して、分かっていくということかなと思いますね。はい、ちょっと難しい話だったすいません。では
今回は以上です。